武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は鹿児島大学の科学の勉強について話していきたいと思います。科学ですが、時間90分で大問が、まあ、4題か5題、年度によってちょっと変わってますが出題されています。で、問題は、まあ、理論向き有機からまんべんなく出るような形となっており、記述、論述、それぞれ出てくるような形で、説明問題も構造式を書くような問題も、それぞれ出てきますし、図を書くような問題も年度によっては出題されており、計算問題なんかも割と、結構出てくるような形となっています。なので、問題難易度はそこまで高いものが出るわけではないのですが、結構そのいろんな回答ができるようになっておく練習が必要なので、日大レベルやセンターレベルの問題集を仕上げた時点で、国公立標準問題集、キャンパスなどの、国立向けの問題集を一冊仕上げて、いろんなバリエーションの問題、記述形式ですね、に対応できるようにしておきましょう。で、知識を問う問題、もう割と出てきますので、この部分に関してはやはり講義系の、図シリーズなどの読み込みだったり、必修整理ノートなどで知識の総整理、ちゃんとやっておき、実験、なども資料集など、見てですね、確認するように、しておきましょう。どの問題に関してもですね、一個一個の問題単独で見れば難しいというものはほとんど出てはいないのですが、ただトータルで、科学の全範囲ちゃんと抑えられているかどうかって言われると、取りこぼしがあったりする可能性が高いかと思いますので、この部分をですね、しっかりまんべんなく解けるように、対策を心がけてください。以上が科学の勉強となります。